皆さんこんにちは、ふうみんです。今日はなんと風船をですね約80個ほど用意しました。本当はですね100ぐらい用意したかったんですけれども、途中で割れた風船もありますので、だいたい今80個ぐらいのですね風船がこちらにあります。で、今日はですね皆さんがですね今後イベントだったり撮影だったり、あとサプライズとかいろんなシーンで風船をですねたくさん用意して膨らまして準備するということがあるかもしれませんので、そういった時にですね参考になるようにですね、私が今回準備した時に得たノウハウをですねここで皆さんに紹介していきたいと思います。そして最後にですね、今回この風船を準備したのはリクエストをいただいていたので、そのリクエストの内容ですね、こちらをやっていきたいと思います。そのリクエストの内容というのはポールダンサーの太ももの内側ですね、内転筋を使って風船割りをしてほしいということでリクエストいただいていますので、そちらにチャレンジしていきたいと思います。ではまず最初にですね、風船をたくさん準備する方法ですね、まず事前準備についてお話をします。そして風船を膨らますことにですね向いてない人もいると思いますので、私もですねちょっと頭痛がしたりちょっとアレルギーが出たり大変だったんですね。なのでその風船を膨らます場合には向いてない人についてもお話ししていきたいと思います。そして実際に風船を膨らますときに筋肉が必要なんですね。どんな筋肉を使っていくのかというのも、口で膨らますときとエアポンプを使って膨らますときにも筋力必要になりますので、それぞれ必要な筋肉についても説明していきたいと思います。そして最後にですね、風船の膨らまし方コツをですねお伝えさせていただいて、膨らました風船をベストな状態で保管する方法とですね、あとは風船って割れると結構大きい音がしますので、音をですねなるべく小さくして風船を割る方法についてお話ししていきたいと思います。ここまでがですねイベントで風船を準備したり最後片付けるまで必要なノウハウになると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ではまず最初に事前準備からお話ししていきたいと思います。ここでは5つのポイントに分けてお話ししたいと思います。まずはですね必要なものの準備ですね。まず何といっても風船ですね。今回は私は5つのカラーをですね準備しました。パステルカラーなんですけれども、ブルーとグリーンとオレンジ、この他イエローとピンクですね、こちらの5つのカラーが100円ショップに行っていたのでそちらで購入しました。風船以外にはですね途中で買い足したんですけれども、この空気入れですね、風船用のポンプといいますか、こちらが必要だということが途中で分かったので、皆さんはまあこれをですね最初から準備しておくことをお勧めします。これもですね100円ショップで購入しました。そしてですね耳栓があれば準備していただいた方がいいんじゃないかなと思います。私はですね今耳栓を準備してないんですけれども、途中で風船が割れた時にすごくびっくりするので、必要だと思われる方は耳栓までご準備してみてください。はい、ここまでがですね準備するものとしてですねお伝えさせていただきました。準備物まず1点目ですね。そして2つ目は準備することなんですけれども、まず風船を用意する場所ですね、こちらの掃除をしっかりとしておくことですね。お掃除もなんですけれども、風船が割れやすいような鋭角な何かしらのものがないかどうかをですねチェックしていただいて、もしそういった風船が割れそうなものがあればどこか他の場所に移動する必要があると思います。あとはですね、結構風船って静電気で髪の毛とか結構くっつきますよね。なので髪の毛とかも
落ちてないようにお掃除しておくことをおすすめします。そして事前の準備3つ目なんですけれども、こちらもですね、風船が割れないようにということで、今度は風船を膨らます人の手と指のお手入れですね、こちらを事前にチェックしておいていただければと思います。私もいくつかの風船を自分の爪で割ってしまったり、あとは自分の爪がですね、何度も何度も風船をくくっていくときに結構負荷がかかってしまって自分の爪が折れてしまいました。2本ぐらい折れたんですけれども、爪が折れる時もですね、ちょっときっかけとなるひび割れとかができていたと思うんですね。ちょっと気づかなかったんですけれども、そういったあの爪にですね、何かあの引っかかりがあればちょっと怪我をするかもしれないですし、風船も割れてしまいますので、爪のお手入れをですねチェックしていただければと思います。もし爪切れる人はですね、短い方がいいと思います。私は長い爪のまま、一応ですね、これだけの風船は一応準備はできました。ただ爪のせいでいくつかは被害に遭っています。そして準備すること4つ目なんですけれども、部屋を温めないことですね。私はですね、最初寒いので、もう今12月で寒いので床暖を入れて暖房も入れていたんですけれども、部屋が暖かくなると風船の中の空気も膨張してパンパン割れてきたんですね。なので慌てて暖房は切って、何も空調つけてないお部屋にですね、寒いお部屋に風船を全部移動したんですけれども、部屋を温めているとですね、風船が割れますので、冬は特に暖房などは入れないでください。あと日中は窓辺の近くも日差しが入って温度が高くなると思いますので、そちらにもですね、風船を置かないようにしておく必要があると思います。やはりあの外からの日差しでもですね、一部のお部屋が暖かくなって風船が割れると思いますので、そちらも注意してください。今は冬なので暖房には気をつけてとお話ししましたけれども、もし夏に作る場合にはお部屋の空気自体が暖かいと思うので、冷房を入れながら対応するのが一番いいのかなと思います。ちょっとこれは夏に膨らましたことがないので予測なんですけれども、とにかくお部屋の温度ですね、こちらに注意していただければと思います。そして事前準備の5つ目ですけれども、これは人になります。もし皆さんが大量の風船を準備したいのであれば、やはりサポートをしてもらえる人をですね、探す必要があると思います。今回私は大体まあこちら100個ぐらいの風船を準備するのに、一番最初にですね、お友達2人に遊びに来てもらって、3人でですね、膨らましたのは20個ぐらいの風船になるんですけれども、その後のですね、残りの80個は1人で全部膨らましました。結構1人で対応するのはですね、筋力的にも体力的にも精神的にも、あとアレルギーの問題もありましたね。結構大変なので、サポートしてもらえる人をですね、ぜひ見つけておいていただければと思います。ここまでがですね、事前準備してもらうことですね、物だったりことだったり人だったり、そのあたりのお話になります。では次に、このゴム風船ですね、風船を準備するのに向いてない人ですね、こちらについて特徴を3つに分けてお話ししたいと思います。まず1つ目なんですけれども、アレルギーを持っている方になります。今回用意したゴム風船はですね、素材がラテックスでできているんですけれども、実際にもし口で膨らますとしたら、口にですね、ゴム風船がくっつきます。ですので、口の周りがですね、アレルギーで荒れてしまったり、あとは指で触りますので、手ですね、手指がですね、荒れてしまいますので、ゴム風船を膨らます場合にはラテックスのアレルギーがあるかどうかですね、チェックしていただければと思います。実際に私はですね、このアレルギー症状が出ました。今回この風船を膨らますまで、自分がラテックスのアレルギーを持っているとは全然知らなかったんですけれども、風船をですね、10個以上膨らましたぐらいからもう唇が痒くなっちゃったんですね。で、その後
いろいろなもので落としたんですけれども、まあ、あの洗顔であったり一応念のためメイク落としとかで落としましたし、その後保湿もしっかりしたんですけれども、ずっとヒリヒリ感が残ってしまって半日ぐらいはヒリヒリしていたんですね。でそれに加えて指もですね、あの唇ほどではないんですけれどもかゆみが出てきて、で今もちょっと荒れているんですけれども、その後荒れてしまいます。そしてなんかこうちょっとシワシワになっちゃってるんですけれども、まあ唇もしくは手にですね風船が触れますので、アレルギー体質の方はですねちょっとやめておいた方がいいと思います。で風船の膨らまし方は後ほどお話しますけれども、口で膨らまさないよという方ですね、ポンプを使って風船を膨らますという方もですね、実際に手で触りますので手でアレルギーが出てしまう可能性がありますので、アレルギー体質の方はですねちょっと様子を見た方が、もしくは対応しない方がいいと思います。そして風船を膨らますのに向いてない人、2つ目の特徴なんですけれども、高血圧の方はちょっとやめておいた方がいいのかなと思いました。私自身低血圧なんですけれども、実際にですねどれぐらいの低血圧かというと、何とか病院に運ばれたことがありますし、何かしらのちょっとしたオペがあった時にはですねかなり低血圧になってしまって、測定器で血圧が測れないぐらい、まあ、あの血圧が下がったりですとか、あとは小学校の時からですね朝礼だったり卒業式とか何かこう体育館でのイベントであったり、そういったところでよく倒れていたんですけれども、まあ、ちょっと低血圧気味なんですけれども、こんな私がですね風船を膨らました時も血圧が上がっているんじゃないかなというぐらい、まあ、特に頭ですね、あの頭の血圧をですね膨らましている時に感じました。あの風船を膨らましている時かな、ちょっと違和感はあったんですけれども、ずっと頭痛が取れなくてですね、途中で頭痛薬を買って、昨日の夜のイベントはですねもうキャンセルをしたんですけれども、私でさえ低血圧の私でさえそうなるので、高血圧の方はですね特に注意しなければいけないんじゃないのかなと感じました。ですのでそういった方はですね風船をたくさん膨らます時には注意をした方がいいと思います。本当に 2,3 個とかなら全然いいと思うんですけれども、ちょっとたくさんの数をお願いするときにはですね、そこも配慮してあげていただければと思います。そして風船を膨らますのに向いてない人、3つ目のポイントなんですけれども、これはですね、筋力がない人ですね。口で膨らますときには腹筋を使います。かなり腹筋を感じるほど、もう本当にお腹の底からですね息を吹き込まないと膨らんでくれないので、まあ、腹筋がある方の方がベターだと思います。そして今度はですねポンプを使って風船を膨らます時には腹筋全然使わないんですけれども、今度私はですね意外にも腕ですね、最初はこの辺が痛くなって、で次にもうここではもう力が出なくなっちゃって、上腕二頭筋ですね、腕の方も辛くなりました。でちょっとこのポンプの口をですねギュッと、あの風船をですね握ってないといけないので、この口が結構緩いので、ここをしっかりとあの握っておく、この握力も必要なんですね。でこっちの握力がもうなくなったから手を変えて反対側の手で交互にやっていたんですけれども、意外とですねあの腕から先ですね全部使えますので、筋肉がない方だとちょっと辛いのかなと思います。筋肉がないからといって風船を膨らませないということではないんですけれども、そういった方はですねたくさんの風船を膨らますにはちょっときついんじゃないかなと思いますので、もしサポートをお願いするときには配慮してあげたらいいかなと思います。そして次にお話しするのはスケジュールについてです。意外とですね予定していたより時間がかかるので、余裕を持ったスケジュールでですね考えていただければと思います。
もしその日当日風船を膨らましてイベントをするというようなスケジュールであればですね、今私がこの動画でお話ししている事前準備であったり注意点をですね、事前に把握しておいた方がスムーズに進むと思うんですけれども、思ったより長引く可能性があると思います。まあ、私はですね、実際に2、3日かけてやろうと思ったんですね。1日目は友達に手伝ってもらって、その後は自分で空いた時間に風船をちょっとずつ膨らましていって、最後に、風船割りであったり、風船を割る前にですねちょっと踊ってみようかなということで、2、3日のプランでいたんですけれども、意外とですねアレルギーが出てしまったり体力がなくなったり、あと、こういったポンプが必要かなと思ってポンプを探しに行ったりということで、結局ですね、今で1週間経ってるんですね。そういった形でですね、意外とハプニングがある可能性があるので、風船をですねイベントで使う時には十分に準備をしていただいて、スケジュールにも余裕を持っていただければと思います。そして最後にですね、風船の膨らまし方、保管の仕方、風船の割り方ですね、静かに割る方法までお話ししていきたいと思います。ここはですね4つのポイントに絞ってお話ししていきたいと思います。まずは風船の膨らまし方なんですけれども、口で膨らます方ですね、もうお分かりかなと思うんですけれども、この風船大きく伸びますので、伸びやすいように最初ですねこのように風船を引っ張って伸ばしておく方が膨らましやすいと思います。今膨らましてみますね。で、最初なんですけれども、ちょっと大きくなるまでが一番しんどいので、そこまでは頑張ってください。で、その後はお腹の底からたくさんたくさん息を送り込んでいけばどんどん大きく膨らみますので、そこは問題ないかなと思うんですけれども、最初だけですね、特にこの辺はですねちゃんと伸ばしておいてみてください。じゃあちょっとですね膨らましてみますね。結構体勢がですね悪かったですね。体勢としてはやっぱりこういう風に横に吹くんじゃなくて息を下に向けて吹く方が腹筋に力入るので、お腹の中の空気がですね入りやすいと思います。失礼しました。もう一回行きたいと思います。行きました。ここまで行ったら、あとはもうたくさんの空気入れるだけなので、1回でなるべくたくさんの空気が入るようにですね、お腹の底からもうぐーっと腹筋使ってどんどん入れていきます。膨らますかなんですけれども、だいたいこのぐらいがちょうどいいですかね。これより大きく膨らんじゃうと今度結ぶ部分のゴムが短くなっちゃうので、結構結びにくくなると思うんですね。なのでこれはこれぐらいの大きさがちょうどいいと思います。そして結び方なんですけれども、一こぶ結びでですねきつく縛るんですが、何度かやっていくうちに簡単なくくり方を見つけたので、ここで皆さんに説明していきたいと思います。まず先端を持って、反対の手でですね指2本を用意します。こちらの2本ですね。で、この2本もちょっと疲れてきたらこんな風にずらしていけばいいと思います。最後のこの薬指の場合にはこの2本だと長さが違うのでやりにくいです。なのでこの人差し指と中指か、もしくは疲れてきたら中指と薬指か、どちらかのペアが一番いいと思います。まずですね1周半した時に1回ひねります。
1回ひねって1周半したら、この指と指の間にゴムの風船の先端をこういうふうに挟みます。そしてこのゴムを上からかぶせます。そうすると一コブ結びができます。では次にこのエアポンプを使って膨らましていきたいと思います。まずエアポンプにゴム風船をですねかぶせます。結構ゆるゆるなのでここをですねしっかり握って、もう普通に指でですねここをしっかりと握って、あとはこのポンプをですね押していくだけです。こちらの手で押していくのでもいいですし、結構腕疲れますので、疲れてきたら今度はこちらの手をこういう風に動かすでもどっちでもいいので、とにかくこのポンプがですね動けばいいと思います。ではやってみたいと思います。はい、これはポンプ本体を膨らませています。逆だとこんな感じですね。風船側を大きくなりました。ちょっと大きくしすぎたので、ここまで来るとこの先端結びにくいんですね、短くなって。なのでちょっとだけ小さくします。はい、そしたらさっきと同じようにくくっていきます。もう一度やってみますね。今度は中指と薬指、この2本でやってみたいと思います。まず一周したらゴムの、先端で一周したらくるっとねじります。ねじったの分かりますかね。ここでねじれてるんですね。そしたらこの2本指の間にこのゴム風船の先端を入れます。そしてこのゴムをこの指2本の指の上かを通って向こう側に持っていきます。はい、こんな風にですね指を、はい、抜けました。そしたらあとは縛るだけです。はい、ではもう一個ラストの一個なんですけれども膨らましていきたいと思います。こうやってると握力がなくなってきてキューって硬くなっちゃうんですね。そういう時にはもう反対の手でこれも筋トレだと思って、楽しんでるとついつい大きくなっちゃったんですけど、これもちょっと大きいので少し空気を抜いて、結んでいきたいと思います。できつく結びます。はい、そして風船、膨らました風船の保管方法なんですけれども、先ほどお話ししたようにですね床暖をつけていたりだとか暖房をつけていると風船の中の空気が膨らんで割れてしまいますので、なるべくですね寒いところ、冷たいところに保管しておくのが一番いいと思います。私はですねこの風船が床についていると なんだか床暖つけてなくてもあったかいのか、床に落ちている風船ばかりがですね割れてくるので、ちょっとした布でですねハンモックみたいなものを作って、その上にですね風船をまとめていました。ハンモックでまとめていた部分をですね動画に撮っているのでこちらをご覧ください。今このようにですね空中に浮かせて割れないように保管していたんですけれども、今からフロアに風船を置いていきたいと思います。今頑張って膨らました風船を床にですね置いてみました。だいたいこれで80個ぐらいの数になると思います。ちょっとミラーがあるのでこうたくさん反射して見えるんですけれども、こ
このポールの周りだけ風船が来るように寄せています。なのでだいたいこれで80個ぐらいになります。ではですね、次に風船を静かに割る方法について説明していきたいと思います。私もですね、これだけたくさんある風船をですね、全部パンパン割っていてはですね、ちょっと体力的にもしんどいですし、ストレスもありますので、静かに割っていきたいと思います。今ここのマンションはですね、あまり周りの音、隣の音って聞こえてこないんですね。ほぼ全然聞こえてこないので、おそらくそういう設計になっているんだと思うんですけれども、やっぱりですね、苦情が来てはいけませんので静かに割っていきたいと思っています。ではですね、一つ風船を持ってきました。こちらでやっていきたいと思いますけれども、こちら風船の結び目ですね、あまりゴムが伸びていないところですね、色が濃いところがあると思うんですけれども、これオレンジの風船で、ここ伸びているところから割っちゃうとかなり大きな音がしちゃうはずなので、ここのところをですね、ハサミで切っていきたいと思います。ちょっと怖いので、耳がツンってきちゃいけないので避けますけど、ここをですね切ると静かに割れてくれるはずです。うまくいきました。ちょっと大きく切れませんでしたけども、今スーッとちょっと穴が開いてですね、はい、空気が抜けています。小心者で穴が小さすぎるので、もうざっくりと、はい、切っちゃいました。よかったです、大きな音が出なくて。はい、こんな感じで静かに風船を片付けることができますので、皆さんもですね、結び目のボヨボヨになっているところをですね、風船のゴムがですね分厚くなっているところから切って風船を片付けてみてください。最後に ASMR で風船の音をお楽しみください。いかがだったでしょうか。今日はたくさんの風船を用意したので、イベントで風船を使用する時の注意事項などもですね、一緒にお伝えさせていただきました。今日の動画が面白かった、もしくは参考になったという方は、ぜひいいねを押していただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。